はい、こんばんは。今日もね、ベンチプレスやるんですけど、今日はね、ちょっと目標を持ってやろうと思いまして、120をね、いつも5回、いい時で5回なんだから、今日はね、6回狙っていこうと思います。まあ、ちょっと最後の1回ぐらいはフォーム崩れてもね、負けといてーなっていう感じでね、やっていきます。もう120セットしたから、あとはやるだけと、僕のやる気が出るだけ。おっしゃ、いくで。7回で希望は散ったけど、6回いけました。グッ、とりあえず、6回いけたから、まあ多分ね、いけそうな気しとったんですよ。うん、いけそうな気しとって、まあやってみた、できたっていう。嘘できたよかったよかった。ほんで次110ベストが9回かな。9回から、まあ9回できたらね、あの新記録なんで。これね、結構ね、僕減量始めたぐらいなんですよ、今。初めてね、10日、もうちょっと経ったかな。うん、まだね、パワーは落ちてきてないですね。ということでね、今のうちにもうバシッといこう。よし。トレーニング終わります。今日よかったね、ビビった自分でも。今日ちょっとね、いつもと違うことは、120するまでのセット数が非常に短くしたんですよ。まず40やって、いつも70するんですけど、70もやめたんですよね。70やめて、で100を5回やってから、結構休憩したな。結構5分くらい休憩してから120やったんですけど、でいつもやったらそこで121回やってからってするんですけど、もう今日はもう一気にいったねみたいな感じで、120いったら6回とか調子乗ってたらほんまにできたっていうね。けどね、これはね、最近マックス挑戦しようと思ってね、結構神経系を鍛えるようなトレーニングをしてたんで、あのベンチ週2回やってるんですけど、今日がメインの日で、サブの日があるんです。サブの日に130でやってたんです。サブの日に131回やって休憩して、また1回やって休憩してっていう、それをね、あの何セットくらいやるのかな、まあ、限界まで、もうほんま無理になるまで そんなんをやってたんですよね。なら、なんか慣れたんかな、意外にいけたっていう。ちょっと理由はわからない、調子が良かったのか。ほんでその後の110なんですけど、これね、あの今シーズンでベスト、両方ともベスト。126回できたも初めてですし、その後の110を10回できたも初めて。その後のセットも変わらずなんですけど、まあけど今日はね、素晴らしく良かった。これ今日マックス調子挑戦するのは、もしかしたら 137.5、ああ無理やろね、分かれへんけど、まあちょっとね、これね、ダイエット始めてるんで、どんどん落ちていく一方やと思うんですけど、まあここでピークぐらい来たんじゃないですかね。神経を鍛えて、こっからちょっとこれを維持できるように頑張ります。バイバイ。気分ええわ今日。